ガトウィックエクスプレス1996年に開始された鉄道フランチャイズイギリスにおける鉄道フランチャイズとはイギリスの鉄道においてフランチャイズ形式によって民間会社に旅客列車の運行権を与えるシステムのことである。フランチャイズ制は1990年代にイギリス国鉄の民営化の一環として成立したものである。 各フランチャイズの運行権限は競争入札によって列車運行会社に与えられ契約期間は通常7年以上である。フランチャイズは地域の他に列車の種類ごとにも設定されており独占的な契約ではないことから他のフランチャイズやオープンアクセス事業者との競争目間によっては発生する。開始から20年以上が経過しフランチャイズの数は 合併によって25から17にまで減っているが、イギリスにおける鉄道旅客輸送の主流であることには変わりはない。なお、一部の近郊輸送区間では、コンセッション方式によって、地方自治体から運行権が与えられるところもある。フランチャイズ制は、グレートブリテン島の鉄道においてのみ適用されており、北、アイルランドにおける鉄道の運行は北、アイルランド鉄道が担っている。 各フランチャイズの範囲や条件などは運輸省によって決定され、運行権も運輸省によって与えられる。なお、権限以上の一環として、スコットレールとカレドニアンスリーパーはトランスポートスコットランドが、ウェールズボーダーズはトランスポートフォーウェールズが管轄している。入札が行われる前に、運輸省はまず概要を記載した事前情報通知を発行し、 地域の運輸連合や自治政府、運輸省管轄の非政府部門公共機関で監視機関のトランスポートフォーカスへの指問を行う。この後、詳細な条件を記載した正式な入札招待状が事前審査を経た広報事業者3から5社に送付される。入札招待状には契約案がいくつか含まれており、契約案を事業者自らが提案することも可能である。 最終的な落札者は案の実行可能性や創出価値、信頼性などによって決定される。また入札者の過去の実績が検討の要素となる場合もある。実績は契約期間中を通して監視される。制度開始当初は実績が振るわない場合には財政支援が行われることもあったが2004年の 改革以降は特別な理由がない限り救済は行われないことになっている。大体として契約の終了を早める措置を取ることが可能であり、この場合運輸省直営の最終手段運行事業者が再契約までの間の運行を行う。なお、これが発生した際に同じ事業者によって運行されている他のフランチャイズも契約を強制終了させることができるという条項も、 定められている。運行事業者は経営上のリスクを受け入れることになるが、近年の契約には想定より一定程度低い収入に対して保証を行う条項が設けられている。 運行に伴う主な費用はネットワークレールに支払う線路使用料と駅の賃貸料、車両リース会社に支払う車両使用料、そして軽度な車両研修費用と社員の人件費がある。収入は運賃が中心であり、契約によっては補助金がつくほか、借りている駅については店舗などをまたがしして収入を得ることも可能である。一部の都市近郊鉄道は フランチャイズ方式ではなく、コンセッション方式によって運営されている。コンセッション方式では、自治体などの運行権授与者によって、細かく定められた条件に従って、事業者が契約金を得て、運営を行う。フランチャイズと異なり、 コンセッション方式では、事業者は経営上のリスクは負わないことが基本だが、契約によっては実績に応じて追加報酬やペナルティが与えられることがある。フランチャイズやコンセッションに加え、オープンアクセスオペレーターと呼ばれる事業者も存在する。これらは、フランチャイズ契約を締結するのではなく、ネットワークレールなどの設備保有会社から運行枠を買い取って列車を運行する。 例としては、ユーロスター、ヒースローエクスプレス、ハルトレーンズ、グランドセントラル、プレメトロオペレーションズなどが挙げられる。フランチャイズ制は、イギリス国鉄の民営化の一環として、1993年鉄道法によって設置されたものであり、1996年に開始された。当時のジョン・メイジャー首相が国有化前のビッグフォーに、 相当するような4つの会社への分割民営化を想定していたのに対し、大倉省は新自由主義、シンクタンクのアダム・スミス研究所の提案を推していた。これは、インフラの保有、整備と列車の運行を分離し、旅客輸送を7年単位のフランチャイズ制によって行うというものであった。最終的には、校舎の案に近いものが採用され、準備段階として25の、 シャドウフランチャイズが創設された。これらのシャドウフランチャイズは、鉄道フランチャイズ長長官によって、サービス水準や補助金の金額を決定され、列車運行会社との契約が行われた。1993年鉄道法では、フランチャイズ長長官が最低サービス水準を定めた、旅客サービス基準を公表し、競争入札を行うことになっていた。落札者は、 金額面のみで決定され、国へ支払われる契約金が最大、国からの補助金が最小限の事業者に契約が与えられた。契約締結後は旅客サービス基準が満たされていない場合にのみ、中途終了が可能であり、途中段階として罰金を払わせることができた。大倉省は当初、競争の維持のためフランチャイズ契約の期間を3年程度とすることを考えていたが、 事業者にとっての訴求力がないことが判明し、1995年に契約期間を5から7年とすることが発表された。1995年12月19日20日には最初のフランチャイズ契約が締結され、翌1996年2月4日のサウスワイスト、トレーンズ・トゥイッケンハム駅5時10分発、ウォータールーン駅行きがフランチャイズ制の下で運行された。 最初の列車となった。なお、民間運行発便はこの列車ではなくは、サウスウェールズのフィッシュガード初カーディフ行きの列車代行バスであった。1997年3月31日のスコットレールをもって、すべてのフランチャイズの契約が締結、運行が開始された。鉄道フランチャイズ局は移行の遅延に関して批判されたが、壺が対策できるものではなく、原因は、 政府本体にあるとした。初期に入札が行われた4つのフランチャイズでは、政府の予測に反し、応札者がそれぞれ4社ずつしかなかったが、移行が進行するにつれて、応札は増えていった。25のフランチャイズが設定された中、最終的な落札者は13社に集約されており、多くがバス会社であった。また、財政上の問題により、 マネジメントバイアウトの試みは3つのフランチャイズを除き成功していない。複数のフランチャイズを獲得したのは、ナショナルエクスプレス、プリズムレール、コネックス、バージンレールグループ、MTL、ステージコーチグループ、グレートウェスタンホールディングスであった。なお、ファーストグループは、グレートイースタンの1つのみを獲得していたが、1998年に、 グレートウェスタンホールディングスへの出資比率を100%に高めたことで合計3つとなった。フランチャイズの契約期間は基本的に7年から7年半であり、例外として、グレートウェスタン及びミッドランド本線が10年間、ロンドンティルベリサウスエンド、ガトウィックエクスプレス、サウスイースタン、クロスカントリー、ウェストコーストが15年間、アイランド線が5年間であった。 イギリスの鉄道旅客数4つの区分は、左から小鉄道会社林立時代、ビッグ4の時代、イギリス国鉄時代、民営化5997年の総選挙により、保守党から労働党への政権交代が行われたが、新政権が民営化を止めるということはなかった。その反面、鉄道行政においていくつかの改革が行われ、その一つとして、鉄道規制局、 運輸省鉄道局の一部と鉄道フランチャイズ庁を統合した戦略鉄道庁が設立された。新機関の目的の一つとして、イギリスの鉄道網が単なるフランチャイズの集合体ではなく統合されたネットワークとして機能するようにすることが挙げられ、この他にも政府としての交通10カ年計画であるトランスポート2010が作成された。戦略鉄道庁は2000年、 2004年に7年契約のフランチャイズ18個が満了することに合わせ、フランチャイズを強固にし、投資をより行いやすくするために、制度の変更をいくつか行うと発表した。しかし、同年に発生したハットフィールド脱線事故とそれによるレールトラック車の国有化、ネットワークレールの誕生により、計画の変更を余儀なくされた。なお、この間2000年交通法が成立し、 フランチャイズ庁の廃止と戦略鉄道庁の正式発足が行われている。イーストコーストフランチャイズでは、レールトラック車による路線改良計画達成への不安から21ヶ月間の交渉が2001年7月に決裂し、契約長期化方針の見直しが浮上した。緊急措置として2年間の契約延長が選択され、他のフランチャイズに対しても適用された。 契約延長によって確保した時間を使い、2002年末には、戦略鉄道庁は、サービス品質の改善のため、列車本数を定めた旅客サービス基準以外にも、評価基準を設ける方針を固めた。同時に、契約期間を5年から8年の間とし、重要業績評価指標が高かった場合に延長を認める方式とした。費用と利益に対する姿勢も変更され、 長期投資や良い業績に対しインセンティブの付与も行うようにした。さらに、入札前の情報の公開量を増やすことにより、入札の簡便化、高速化を図った。2005年鉄道法では、戦略鉄道庁が廃止され、鉄道フランチャイズに関する業務はイングランドについては、運輸省が、ウェールズについては、ウェールズ政府が、スコットランドについては、スコットランド政府が行うこととなった。 同時に、費用増を独自財源で賄う、利益増を交通政策に使うことを条件として、運賃の設定権が地方自治体や自治政府へと移管された。また、各地方の旅客輸送局は、フランチャイズ契約の当事者から外され、担当地域のフランチャイズに関する長期計画に、関わったり諮問を受けたりすることとなった。ロンドンに関しては、運輸省は、 ロンドンを発着するすべてのフランチャイズに関して、ロンドン交通局に対する諮問義務を負い、2007年には、ロンドン外地域との利害衝突時の回避機構を組み込んだ上で拡大された。2007年10月には、欧州連合が鉄道フランチャイズの契約期間の上限を締結時に最大15年間一定条件を満たした上での50%延長を含めて、 最大22年半までとすると決定している。サービスや顧客満足度の向上が続いていたものの、制度への批判は完全にはなくならず、フランチャイズの契約方法や監視方法の変更がたびたび行われた。例として2010年までには、フランチャイズ契約に信頼性向上の失敗に対するペナルティや重要業績評価指標の項目数削減などが行われている。 鉄道に対する補助金民営化直後に低下し、2000年のハットフィールド事故後や近年では、クロスレールやハイスピードにへの投資で増加している。2010年5月に成立した第一次、キャメロン内閣は、翌年1月に発行された調査の結果を受け、列車運行会社の柔軟性を高めるために、費用削減のインセンティブを拡大するなどの改革を行った。 契約期間については、契約ごとに交渉を行うこととし、標準の長さを EU の上限いっぱいまで延長した。経営上のリスクに対しては、事業者の追うリスクが増加し、サービス基準についても、条件設定や測定の方法が見直された。2012年には、ウェストコーストフランチャイズ再入札を受け、問題の発生原因とフランチャイズ制そのものに、 対してそれぞれ調査が行われた。校舎の調査では、フランチャイズ制そのものには大きな欠陥はないとしつつ、契約時期の集中を避けること、契約期間を第1期の7年から10年と条件を満たした際に延長される第2期の3年から5年の2期制にすること、地方自治体、自治政府への文献を進めることなど、11の改善点を提示した。 報告書の公表までの間新規の入札は停止されていたが、2013年に再開すると、提案された契約時期の分散のため、政府が事業者との間で合意を形成できた場合に、限って、フランチャイズ契約をズイ契約によって延長する、取り扱いが行われた。2014年には、運輸省の部署再編が行われ、鉄道フランチャイズに関する業務は、 鉄道本部参加の鉄道旅客サービス局の担当となった。2015年には競争、市場委員会がフランチャイズ制について競争の拡大の余地があるかという調査を行い、オープンアクセスオペレーターの拡大、フランチャイズあたりの事業者を鬼にする、フランチャイズの重複を増やすなどの提案を行った。規制を担当する鉄道、道路局はこれを受け、 2016年3月に最終報告を発行している。2017年2月には庶民院運輸委員会が運輸大臣に対しフランチャイズ性がもはや目的に合わないとして調査を行うよう提言している。2019年コロナウイルス感染症の流行2019年コロナウイルス感染症の流行に対する緊急措置として イギリス政府は2020年3月23日にすべてのフランチャイズ契約を6ヶ月間停止することを発表した。3月時点で乗客数は通常の3割にまで落ち込んでおり収入が大幅に減少した列車運行会社は列車の運休などの対応をとっていた。緊急措置の下、運賃収入はすべて列車運行会社ではなく国に収められ国は 列車運行会社に対して運行費用のすべてを補填するとともに最大で平常時の運行費用の2%にあたる運行手数料を支払うことになった。また契約の更新時期にあったサウスイースタンとグレートウェスタンレールウェイの2社については随意契約によってそれぞれ2年間と3年間の延長が行われた。大規模な交通企業が複数のフランチャイズを運営する。 可能性が浮上し、独占につながりかねないと判断された場合、競争、市場委員会による調査が行われる。また、フランチャイズ同士だけでなく、同じ地域や交通回路内で、グループ内のバスとの重複がある場合にも審査が行われることがある。これらの審査の多くは、他の事業者の落札によって中断されるか、落札が成功した場合でも、 独占体制を築くことが不可能であるなどして措置が行われずに終了するが場合によっては独占を阻止するための措置が取られたり契約の締結が止められることがある何らかの措置が取られたケースは以下の通りである1993年鉄道法によれば国や地方自治体はフランチャイズ契約の入札に参加することができないこれについて国営鉄道会社に 高級的な入札参加権を与えるべきだとの声もあり、根拠として、フランチャイズの保持者のいくつかが実際には外国の国鉄の子会社であることや、再入札後、民間に戻ったことで、サービス水準が低下したことなどを挙げている。その一方で、フランチャイズ制の肯定論者は、民間資本の導入や国家財政への貢献、Wi-Fi やポイントプログラムなどを理由に、 公共セクターに対する民間の優位性を主張している。レールトラック車によって行われていたウェストコースト本線改修工事の遅延により、ウェストコーストクロスカントリー医療フランチャイズの1997年から2012年の契約で想定されていた収益化が遅れ、補助金付きの契約への転換が必要となった。これにより、税金からの支出が増えることとなり、 改良工事の費用高騰と合わせて批判の的となった。改定された契約は2002年7月22日に発行し、その内容は、ウェストコーストについては2003年3月まで、クロスカントリーについては2004年3月まで、補助金の支給を続けつつ、新しい契約の交渉を行い、合意に達することができなかった場合は、ウェストコーストは収益の2%、 クロスカントリーは1%を国に支払って運営を続けるという内容であった。この場合、戦略鉄道庁には入札を改めて行うという選択肢もあり、実際にクロスカントリーについては2004年8月に交渉を中止し、2005年の入札条件発表を経て2007年11月11日からあるいはが運行を引き継いでいる。 2012年のウェストコーストフランチャイズの入札では、ファーストグループが運営権を獲得したが、入札過程に問題があったことが発覚し、同年10月に撤回された。その後、改めて入札が行われるまで、バージントレインズとの契約が延長されている。イーストコーストバージントレインズイーストコースト2006年12月、インターシティーイーストコーストフランチャイズを運行していた。 グレート、ノースイースタンレールウェイが、親会社である C コンテーナーズ社の倒産により、満了まで6年を残して、契約を解除された。その後2007年12月ナショナルエクスプレスイースト、コーストが引き継いだが、不景気により、同社もまた経営不振に陥り2009年11月に、契約の中断を余儀なくされ、国営鉄道会社で最終手段運行事業者である。 イーストコーストが運行を継承した。2015年3月にはバージントレーンズイーストコーストによって民間運行に戻っているが、同社も2018年6月に撤退し、2020年現在は国営鉄道会社で最終手段運行事業者のロンドンのスイースタンレールウェイが運行を行っている。2003年に行われたファーストグループによるギガバイトレールウェイズの買収は フランチャイズ性をないがしろにするものとして一部の人によって批判された。ギガバイトレールウェイズは当時時期契約の入札が行われていたアングリアフランチャイズを運行しており、ファーストグループは入札候補者からすでに外されていた。当時の戦略鉄道庁長官はメディアの批判に対し合併や買収によって将来起こり得ることを想定して入札候補者を決めることは 不可能だと説明した。結果的に買収は成功したが、アングリアフランチャイズや同時に応札していた、ノーザン及びウェールズボーダーズフランチャイズの落札には失敗している。2000年10月に戦略鉄道庁は利用客からのクレームを理由に、コネックスがネットワークサウスセントラルフランチャイズの契約を満了予定の2003年に失うことを発表した。 次期契約者がコビア子会社のサザンに決定したことを受け実際に運行を行っていたコネックスサウスセントラル社は同年内にコビアに売却された。コネックスはコネックスサウスイースタン社を通してサウスイースタンフランチャイズの運行も担っていたが経営悪化を理由に2003年11月に満了まで8年を残して契約が解除された。サウスイースタンフランチャイズは 国営のサウスインスタントレインズが運行を引き継いだ。あと、インテグレーテッドケントフランチャイズの一部として、サウスインスタに継承されている。ありがとうございます。